こんにちはヨガ講師のタカです。最新のコロナウイルスの研究によると驚くべきことにこんなことが分かったんです。なんとネアンデルルルター人人の遺伝子を持っってていいるるはコロナウイススによって重症化すすリスクが高いんだそうです僕はねこの情報知ってねなるほどなと思ったんですよ。それはそうかもしれないなと思ったんですよ。それは何でかというとこれはあるヨガの教えある宇宙の法則に全く合っているからなんです。 このネアンデルタール人って今から4万年ぐらい前にもう絶滅してるんですよ。で、なんで絶滅したかというと、あるヨガの教え、宇宙の法則に反していたからなんです。なのでね、今回のお話です。ネアンデルタール人をね、知ることで僕たちはあるヨガの教え、宇宙の法則を理解することができます。そしてネアンデルタール人を知ることで僕たちはこれからどのように生きていくべきなのか。 どうやって生きていけば幸せになれるのかが分かりますぜひ最後までご覧くださいあの世界的に有名な国際科学雑誌ネイチャー誌に9月の30日付で掲載された最新の研究によるとネアンデルタール人の遺伝子を持つ人は新型コロナウイルスに感染した場合人工呼吸器を必要とするリスクがなんと最大3倍にもなるそうですだからネアンデルタール人のね遺伝子を持っている人重症化するリスクがねものすごく高いということなんです 気になるのはじゃあネアンデルタール人の遺伝子を持つ人の割合どれぐらいなんですかこれ気になりますよね。例えば南アジアではね50%もの人がネアンデルタール人の遺伝子を持ってるそうです。で南アジアというのはインドだとかパキスタンだとかネパールだとかバングラディシュだとかあの辺ですあの辺ですよ。でヨーロッパですヨーロッパの人たちは16%僕たちです。 日本を含めた東アジアの人たちほとんどいないそうですよ東アジアとアフリカはねほとんど遺伝子持ってる人ネアンデルタール人の遺伝子持ってる人たちね発見されていないそうですだから東アジアほら日本、韓国、台湾感染している人が他の国に比べては少ないし重症化している人たちも少ないですよね東アジアじゃ中国はあってね思うかもしれない中国はほら P. M. 二点五っすよ。ね、交差で飛んできてね、大変じゃないですか、日本もね。だ P. M. 二点五みたいな。大気汚染が中国がひどいので、もともとほら。呼吸器官とかの疾患を持っている人たちがね、多いんじゃないかという,うね、言われています。で。世界で一番感染者が多いのは。アメリカですよね。だからアメリカはもう人種がもういっぱいいるんで。人種のルツって言われてますから。こう測らないですよね。 で世界でで、ね、2番目に多いのはどこですかアメリカの次に感染しているの多いんですかっていうとここですよインドなんですよインド、うん、当たってますよねだからこれかなり信憑性があるんじゃないかというふうに言われていて研究者の間ではこの説はねものすごく今ね注目されているそうですこれねネアンデルタール人です僕たちも学校で習いましたよねこのネアンデルルタール人、最も新しい学説によると、 だからもうね地球上にはねもう存在しないんですよ。でねこのネアンデルタール人がねなんで滅んでしまったのか昔はね謎だったんですけどだんだんね分かってきたのね。でねネアンデルタール人って僕たち人間ホモ・サピエンスとねそんなに違いはないんですよ。だけどんでねネアンデルタール人だけ滅んでしまったのか僕もね不思議で。 昔いいろいろ調べたことが、ね、あったんですこんな感じの本ものすごいね大きなこう辞典みたいな本とかも読んでみてものすごく気になったのでね一生懸命ね調べたことがあります。それなんでかというとそれは僕はねあるヨガの教えある宇宙の法則が本当に成り立ってるのかどうかをね知りたかったからなんですよ。でそのヨガの教え宇宙の法則は「だるま」と言います。 これもののすごく、ね、ヨガの教えで大事な教えなんですでこの「ダルマというのは何かというとこの世界、ね、この世界が成り立つように支えているあるたった一つの、ね、宇宙の法則なんですそのねたった一つの法則宇宙の法則は何かというとそれは具体的に言うとね調和ということなんです支え合うということなんです助け合うということなんですそれはそうなんですよこの宇宙の中に存在するもので何からも支えられなくてたった一つ だけでたった一人だけで生きているもの生存しているものはこの世の中に絶対にないんですだって呼吸しなきゃ生きていけないだから呼吸酸素によって支えられる食べ物自然の中の食べ物によって支えられる仲間や家族に支えられるそもそも産んでくれる人に支えられなければ僕たちは絶対に存在しないですからねだからこの宇宙というのは、ね、絶対こうなってる調和支え合わなきゃならないようなシステム逆に言えば調和していないものや 支え合わないものは苦しくなっていくし最終的にはね滅んでいくそれが宇宙の法則でありそれがねヨガの教えなんですこのねネアンデルタール人絶滅する前まではね当然ね僕たちこのホモサピエンスと同時に地球上にいたんですよ数万年間の間地球上にどっちもねいたんですよにもかかわらず4万年前にネアンデルタール人だけ滅んでしまうんですなんででしょうか 何が違うのかネアンデルタール人とホモ・サピエンスはね何が違ったのかネアンデルタール人はね例えばね僕が立ってた場合に立ってる僕の頭をねネアンデルタール人もう簡単にひとっ飛びでポーンってえていくそうです力もねめちゃめちゃ強いんですなのでもしネアンデルタール人が今でも生きてたとしたらオリンピックもう大変ですってもう全部新記録もう塗り替えることできる,できるそうです そしてもう金メダルは当然もう全部ネアンデルタール人 <laughs> そして一方でね脳みそね脳みそはネアンデルタール人の脳みそはねホモ・サピエンスよりも少しね大きかったんだそうです人類史上最も大きな脳みそを持ってたのがネアンデルタール人と言われていますだホモ・サピエンスと知的能力はそんなに違いがないんですそして身体能力はもう抜群なんですよネアンデルタール人の方がもう全然もう優れてますにもかかわらずこっちが いなくなくってしまうだってネアンデルタル人のほうがねもしかしたら優秀だったかもしれないんですよだけど地球上がいなくなってしまうんですよなんでか実はその体身体能力がね優れていたのが良くなかったのかもしれませんもう当時は狩りですよ、ね、獲物を仕留めることで生きてきたそういうのを食べて生きてきたんですその狩りに行くときにあの野生の鹿とか野生の馬をやっつけて食べてたそうですよ このネアンデルタール人はね力がめちゃめちゃ強いので獲物を仕留める時もね少人数でも大丈夫なんです場合によっては一人でもね頑張れば何とかねやっつけることができたんですだ一方でホモ・サピエンスですよホモ・サピエンスはね力がね弱いんですよひ弱なんですよだから少人数で獲物を仕留めるってできないみんなで協力しないんだ集団でもう大勢でやっとやっつけられるだから、例えば一つのグループが こう追い込むわけです追っかけてって。でもう一つのグループが待ち伏せしてそしててそとか仕留めるでネアンデルタル人みたいにね力強くないからそんな近づいてって肉弾戦でやっつけるなんてことはできないから待ち伏せしてる方もね遠くからいろいろ武器を使って何とかやっつける。だからホモ・サピエンスの方はね弱かったのでみんなで協力したりみんなでいろいろアイデアを出し合って安全に 獲物を仕留めるることができような武器だからね集団生活っていうことをね身につける、うん、協力する助け合うということを身につけることができた。だけどネアンデルタール人は別にみんなで協力しなくても、うん、自分で何とかできちゃったりするんですよ。あるいは少人数で何とか生活が成り立っちゃうのでこれ社会性とか協調性がね 身にだからネアンデルタール人はね多くても十数名で生活していたようです社会性とか共通のなくてもいいんですよなぜなら力強いからなんとかねなっちゃう、うんなのでネアンデルタール人は結構ね孤独が好きだっ,たらしいですよだってみんなとね協力する必要ないから集団生活する必要がないからそれがね楽だったんですよ。で一方でホモ・サピエンスは弱かったので集団生活 もうね大勢で暮らすようになっていきます助け合ってね支え合うんですだからそのネアンベルタル人でしょ十数名でしか生活してなかったのに対してホモサピエンスはもう最終的にはもう千人規模の社会で生活をしていたそうですよこれがね良かったんですってだからね例えばですよこれだけの規模になると 例えば自分たちの地域だけたまたまいろいろ気候の変化とかでさ食べ物が食べれなくなったとしてもネットワーク1,000人規模のネットワークがありますからだから遠くの方で、ね、こっちが食べ物なかったとしても遠くの方で食べ物ある人たちが援助してくれたりするんですよ。だけどネアンデルタル人十数名で生きてますからもうそこで食料なくなったら誰も助けてくれないもう終わりなんですよ。だから氷河期が来た時に生き延びれたのはホモ・サピエンスだったわけです。 かかりますか助け合って支え合ったから生きてこれたんですよ。やっぱりヨガの教えですよね。だるまの法則に従ってた方が生きてこれた。うん、助け合わなない方は絶滅するしかなかったということです。一見すると良かったように思えるこの集団生活しばらくするとねデメリットが出てきます。ネアンデルルタール人が滅んでししばらくしてから、くてか ホモサピエンスの社会にこういうことが起こります。各集団ごとの利益を優先するようになって、それぞれね争うようになってしまうんです。だ、限られた食べ物や限られた資源を、それぞれのグループで争うようになる。そしてそれぞれのグループで考え方が違う。宗教も違ったりします。それによって争ったりする。価値観の違いに争ったりする。そうやってこのホモサピエンスの社会が、 進化発展してきて現代に繋がるわけです。僕たちの社会も争いばっかりじゃないですか？国同士の争い宗教同士の争い考え方の違いの争いね。民族の争いそうなってるじゃないですか。今ね、これは宇宙の法則に反してるんですよ。この調和や支え合いに反してる僕たちの今のこの周り僕たち、ホモサピエンスの社会の中ではどうですか？調和や支え合いじゃないね。争いがこういっぱいあるじゃないですか？ これははっきり言いますもう宇宙法則違反ですからなので僕はね今世界中でこのコロナウイルスでもしかしたらこれに気づきなさいということが起きてるんじゃないかと思っています今こそやっぱりねこの調和支え合うという宇宙の法則を見直すべきなんじゃないのかなともしかしたら宇宙の最終警告なのかもしれないなとね僕は思っています皆様今日のお話を聞いてどう思いましたか今日もね 最後までご覧いただいてありがとうございました。